どうもこんばんは、中野篤です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト7の結果を今から確認したいと思います。それでは確認します。キャリーオーバーがだいたい6億5000万かな。1等出てないか、これやったら。1等該当なしで、2等が7口で約950万か。じゃあ結構難しいかな。前回は結構いい感じやってんけど、今回どうかな。まあとりあえず確認します。購入してないけど緊張すんな。さあ確認すんぞ。よっしゃ。10番台が多いな。21、31、21。1、21。14。あと1個、あと1個。あと1個。1、2、3。14と21と31と、あと1つ。あと1つ。いやー、惜しい。3つ一致やんな。今回は10番台が多かったか。10番台。2つしか予想してないからな。惜しいな。あと1つ一致で当選だった。ここ最近その惜しいのが続いてる。1、2、3。そうやな。一口目の1が、二口目に来てたら当選だったか。いや、惜しい。三つは一致してる。ここ最近本当に惜しい。もうちょっとやねんけどな。まあ、今回、久しぶりに10番台が多い。数字並びが。いや、悔しいな。まあ、気持ちを切り替えて、明日からまた予想したいと思います。見ていただけたらありがたいです。まあ、一等該当なしやから結構難しかったんかな。それでもちょっと悔しいな。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。